2021年8月29日から9月4日、今週発売予定の気になる PC ゲーム。最初はタイニートピア。プラットフォーム Steam、 発売予定日8月30日月曜日。ジャンル街づくりシミュレーション、日本語対応。おもちゃのような小さなパーツを物理法則に従って組み立てて、ミニチュアのような街を作るシミュレーション。竜巻、火災、モンスター襲来、 UFO などさまざまな災害にも注意しよう。自転車のペダルの上やターンテーブルの上など、日常にある不安定な場所にバランスを考えながら建物を配置していく、パズル要素の強い街づくりシムと思われます。2作品目、キーウィ。プラットフォーム、Steam、発売予定日、8月31日火曜日。ジャンル、協力型パズル、日本語対応。郵便局で働く2羽の小さなキーウィたちが主人公のキュートでカオスな協力型パズル。手を使えない彼らは、くちばしやお尻などを使って協力して郵便業務をこなしていく。一生懸命働くキーウィたちの姿は見ているだけでも楽しそうですね。二人で息を合わせることが重要となるため、ぜひ家族やフレンドとワイワイ楽しみましょう。3作品目、モンスターハーベスト。プラットフォーム、Steam、発売予定日、8月31日火曜日。ジャンル、RPG、日本語対応。ファンタジー世界を舞台とする農業とモンスター育成を組み合わせた RPG。作物を育てて出荷しつつ、作物からプラニマルと呼ばれるモンスターを生み出して育成しよう。スターデューバレーとポケットモンスターが合わさったようなゲームと思われます。72種類のプラニマルがそれぞれどんな見た目や能力を持っているのか気になりますね。4作品目、ソング・オブ・アイアン。プラットフォーム、Steam、発売予定日、8月31日火曜日。ジャンル、アクション、日本語未対応。北欧をモチーフにしたダークファンタジーな世界を舞台とする 2.5D 横スクロールアクション。故郷の民を救うため、弓、斧、盾を駆使して戦い、神々の大寺院を目指せ。ゲームは横スクロールですが、敵が手前奥から迫ってくる感じがいいですね。敵を次々なぎ倒していくゲームではなく、一体一体と緊張感のある戦いをするゲームのようです。5作品目、オプス、星歌の響き。プラットフォーム、Steam、発売予定日、9月1日水曜日。ジャンル、アドベンチャー、日本語対応。未知なる惑星、龍脈を探す少年と少女が広大な宇宙を探索しながら秘められた謎を解いていく SF アドベンチャー。龍脈が結びつけた2人が別れが決まった旅に出る。2016年より続く人気のオプスシリーズの新作です。本シリーズは胸が締め付けられるようなストーリーが秀逸なので、本作もティッシュを用意しつつプレイしたいですね。
6作品目エルシャダイアセンションオブザメタトロン、プラットフォームスチーム、発売予定日9月2日木曜日、ジャンルアクション、日本語対応。変化し続ける世界、誰もが好きな画面、アクションの面白さの原点を詰め込んだゲームをコンセプトとするアクション、その後の物語を描く小説も付属。2011年にプレステ3、Xbox 360向けに発売された同作の Steam 版です。ネット流行語大賞2010の金賞を受賞した名言も残した名作をプレイしてみましょう。7作品目キタリア・フェイブルス、プラットフォーム・スチーム、発売予定日9月2日木曜日、ジャンル・アクション RPG、 日本語対応。動物たちが暮らす世界を舞台とする農業要素のある見下ろし視点のアクション RPG。 凶暴なモンスターに苦しむ村に派遣された猫の傭兵が村で生活しつつ真相を探る。動物の姿をしたキャラクターたちが可愛いですね。国内コンソール版の邦題はニャンザの冒険となるようです。ローカル協力プレイにも対応しています。8作品目レイク、プラットフォーム Steam、 発売予定日9月2日木曜日、ジャンルアドベンチャー、日本語対応。大都会から故郷の田舎町に戻り、父の代役で地元の郵便配達員をする40代女性の物語を描くアドベンチャー。2週間の期間の中で毎日何をするか考え、自分自身の物語を作ろう。自然に囲まれた田舎の雰囲気がいいですね。2週間で行った行動によってエンディングが変化しますが、どのエンディングにも正解も不正解もないようです。9作品目ゴルフクラブウェイストランド、プラットフォームスチーム、発売予定日9月3日金曜日、ジャンルスポーツ、日本語対応。超富裕層だけが火星に移住し、人類が滅亡した地球を舞台とするサイドビューのアドベンチャーゴルフ。最後に一度だけゴルフがしたいと地球に帰還した孤独なゴルファーの物語。
人が全くいない荒廃した地球の雰囲気の中でゴルフをするのが面白いですね。バラエティに富んだ様々なコースにどんなストーリーやギミックがあるのか気になります。最後はブレイブリーデフォルト2、プラットフォーム Steam、 発売予定日9月3日金曜日、ジャンル RPG、 日本語対応。5つの国を擁するエクシラント大陸を舞台に新たな光の戦士たちの物語が描かれる RPG。 運命に導かれ出会った4人はそれぞれの使命と目的を果たすため共に旅に出る。オクトパストラベラーの開発陣が手掛けるブレイブリーシリーズ完全新作となっているため、前作未プレイでも問題なく楽しむことができるようです。今回紹介したゲームはいかがだったでしょうか。ご意見ご感想をいただけると励みになります。また気に入っていただけましたら登録お願いいたします。それでは。